顧客が喜ぶ還元方法は割引だけではない。割引以上に喜んでもらえるやり方がある。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、アシスタントの木村優香です。木村さんはですね、はい、よく行くお店のポイントカードって持ってますか？ありますね。たくさん持ってます。たくさん持ってる。はい、ポイント貯まるとどんなことがありますか？1個無料とか割引とか、そんな感じです。大体そうですよね。はい、ほとんどのお店がポイントがたまったら割引とか、はい、プレゼントっていった特典だと思いますが、割引すればするほど実は当たり前ですが利益は減る、うん、そうですね、し、はい、ポイントがたまったら割引となんか当たり前感がお客さんもね、そうですね、できちゃうし、実はお客さんもそんなに喜んでいない、はい、ただ今までずっと割引をやってきたので、はい、なんかやめちゃうとまずいんじゃないかとか、ね、お客さん離れちゃうんじゃないかとか、はい、他のじゃあ割引の還元方法思いつかないし、という方も多いんではないでしょうか。はい、そこで今日は、ワクワク系マーケティング実践会の会員さんの美容室を経営されている方からいただいたレポートを元に、顧客が喜ぶ還元方法は割引だけじゃない。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 というテーマでお話していきたいと思います。はい、この動画を最後までご覧いただくと、割引以外でお客様に喜んでいただけるコツ、方法が分かり、割引をしないのにお客様が割引以上に喜んでくれるという商売の楽しさがですね、分かっていただけると思います。はい、ということで、ぜひ最後までお付き合いください。さて木村さん、早速ですね、はい、この美容室の方からいただいたレポートをお読みしながらですね、やっていきたいと思います。はい、このお店のお名前があるんですけど、はい、このほにゃららのハッピーな取り組みをエントリーいたします。もうこういうハッピーな報告いたしますという書き出し、いいですね。はい、うちの店にもポイントカードがあります。はい、1000円で1ポイント、30ポイント貯まると、お店からハッピーを還元させていただいております。ここに書いてある。ハッピーを還元ってどういうことなんですかね。ポイントカードの写真もね、はい、載ってるんですけど、はい、まあ別に普通ですよね。そうですね。何個貯まったよっていう。そうそうそう。体裁は普通ですよね。はい、で30ポイントが満点で、このお店のオリジナル商品式会券をお渡ししています。美容室なので、はい、オリジナル商品というと、はい、何がイメージできますかね。やっぱりそのヘアオイルとか、なんかワックスとか日頃使ってるものという、うん、あんまりなんかワクワクはしないまあですよね。美容室ですからね。はいはい、実はこのお店、その内容は、はい、引換券1枚の場合、はい、私ってのはオーナーさんね、はい、私の自作の陶芸の器をプレゼント。陶芸の器いきなり全然美容室と関係ないところから関係ないですよね。はい、しかもここに写真あるんですけど、なんかいびつ、見たことない形のそうそう、はい、いびつな器でも、はい、世界にたった一つしかない、この店でしか手に入らない器です。うん、以前からニュースレターっていうのはお客さんにお送りしているコミュニケーションペーパーなんですが、はい、以前からニュースレターでこのことをお伝えしていた。陶芸やってるよっていう、オーナーが陶芸やってるよっていうのもみんな知ってる、みんな知ってる。そこで皆さん喜んで受け取っていただいてます。あの陶芸の話で作ってた器、それこれかみたいなね。それはちょっと楽しいかもしれないね。またそういう関係性がね、結構深いお客様のお一人は、自分と一緒に陶芸教室に通い始めました。オーナーと一緒に余談ですが、昨年陶芸歴8年で初めて区の展覧会で奨励賞をいただき、はい、またそれをニュースレターでとか LINE で報告したところ、お祝いメッセージもたくさんいただきました。こういう背景があると、はい、これが特典になっちゃう。そうですよね。ポイント還元で自分が作った器確かに、はい、ね、さらに引換券2枚の場合、ちょっとこうグレード高い、はいはい、お客様の名前が入ったオリジナルコーヒーをプレゼント。このお店で、美容室なんだけども、はい、コーヒー屋さんと提携して、このお店ちょっとこうコーヒーこだわってるので、オリジナルブレンド、それを作ってるので、その時にこの引換券2枚、ポイントがたまったお客さんの、はい、ここにちょっと写真あるんだけど、はい、こうアイコブレンドとか書いてあるでしょ。すごい、本当にお名前を入れて、あとは木村さんのユーカブレンド、そうですね。横にチエコブレンドもあります。チエコブレンドもあるでしょう。これ楽しいですね。これ楽しいね。それから実は中身を変えることもできると。世界にたった一つしかない自分の名前がついた自分だけのオリジナルコーヒーで、普段のコーヒータイムがさらにハッピーな時間となる。なるとここでハッピーだね。そうでハッピーを還元する。そういうことなんですね。さらに実際にこのコーヒーを手にした方は、このハッピーを誰かに伝えたい衝動に駆られ、ご馳走したくなるようです。確かに、はい、これを読んだ皆さんも想像しただけでも欲しくなりませんかって書いてある。まあこういうものだけではないんだけども、はい、割引だけではない、お客様にも喜んでいただける独特な還元のやり方があるんだけども、はい、でも以前からそうだったわけではなくて、ワクワク系マーケティング実践会に入会する前からポイントカードはありましたが、目的が違いました、はい、だから以前の目的も、まあ、こういうお店ですから、はい、感謝の気持ちなんですね。なんだけど、ね、これ書いてありますが、以前は感謝の気持ちを値引きで還元していたと。ポイントがたまるイコール値引きを何の疑い戦略もなく進め、値引きをされる側も気づいていないことも多く、意味のない値引きだけが繰り返されていました。で、今は、はい、なんなら値引きじゃなくて、はい、自作の陶芸だったりするので、でも値引きよりも、はい、おそらく実はコストも安いんですよね。なのに、はい、お客さんには値引きよりもずっと喜ばれると。まあこの背景にはさっきちょっと言いましたけども、はい、普段からお客さんとコミュニケーションをとっていて、お客様と絆を育んでいるので、育んでいない人から、はい、いきなり自作の器ですと言われてもね、まあ言い方を変えれば、その絆を育むことによって値引きだけではないというか、むしろ値引きよりもずっと喜ばれる特典、はい、そのポイント還元ということができるようになるとも言えますよね。はい、そうですね。もうこれ大事なことが書いてあって、ちょっとこれも読ませていただくと、このワクワク系マーケティング実践会に入会して実践を重ねてからは、このようなことができるように視点が変わってきたと。まあ先ほどもね、ポイントがたまるイコール値引きっていうのは何の疑いもなかったって、これ非常に大事なこと書いているので、ここも読みたいんですけども、入会した当初は手法と答えだけを探している状態だったので、すぐに成果が出ないと落ち込む場面も多くありましたが、はい、まあ会の中で、はい、いろんな賞を受賞された、うちの会の中のね、賞を受賞された方々や先輩会員さんの背中を見ながら実践を進めていくと、なんとなく、あ、こういうことが積み重ねられ、時々「あ」があり、はい、時には「なるほど、楽しい」になり、気がついたらハッピー業になっていました。ハッピー業、うちは美容室ではなくて、はい、ハッピー業ですって言ってる。ああ、素敵ですね。ね、はい。もちろんその美容に関するサービスは提供してるんだけど、はい、うちの店が提供してるものは、はい、それも包み込んだハッピーですよと。こういうお店にだけどこう買われたってことですね。はい、これは大事なことなので続けてあと3行読ませていただくと、はい、ワクワク系を取り組む上で一番大事なことは、はい、手法と答えを探さないことだと思いますと。自分の顧客は誰かをよく考え、心豊かな関係を一つ一つの実践から発見し育んでいくことだと思いますと、はい、ハッピー業のハッピーは目の前の顧客と共に作り上げてきたものです。あ、作り上げてきたっていうのがいいですね。作り上げてきたっていうのがいいですよね。まあ、ということで、今回は顧客が喜ぶ還元方法は割引だけではない、そして割引以上に喜んでもらえるやり方があるということをお話してきました。そしてこの美容師さんがおっしゃってるように、やってみると発見がある、ね、さっきのね、なんとなくが積み重ねられ、はい、時々あがあり、だから最初から、はい、今お話したものがある日突然やってできてたわけじゃないんですよ。そうですね。そういう発見があって、それが積み重なって、はい、気がついたらハッピー業になってました。ハッピー業、気がついたらというそれがね、はい、商売が進化するってことなんですよ。一つ一つやってみて、はい、積み重ねてるうちに、はい、ある意味自然に変わっていくものなので、まあこれをご覧のあなたもですね、いきなり割引をやめろって言ってるわけじゃなくて、はい、それやめられなくても OK で、彼女たちもいきなりやめたわけじゃないんですよ。何か一つねやれそうなことをやってみていただくと、まあいいのではないかなというふうに思います。はい、そしてあなたも気がついたらハッピー業とかねなんかこう楽しいに、ね、なっていくといいですねというふうに、はい、思いますね。